どうもピオキングです。今日はソロコースやっていきます。スーパースケルトンメーカー、スーパーなどくろを作るということですね。おそらくスーパーマリオメーカーとかけてるんじゃないかなと思います。いや、しかしこのドクロめちゃめちゃ悪い顔をしてるね。人 4,5 人ぐらいは食べてんじゃないのっていう顔してるんですけど、まあ僕もね、こんな顔芸ができたら X に自撮りをしてあげようかなと思うんですけど、あいにく人を食べる趣味はないのであげれそうにありません。どうでもいい、すげえどうでもいいこのトーク。隣に住んでる人が今水を飲んだぐらいどうでもいいトークだったね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.56%。 そういやさっきね、めっちゃ久しぶりにインスタントラーメン食べたんだけど、すげえ胃が気持ち悪いのよ。なんか似たような症状起きる人いない？ UFO とか食べるとすぐ気持ち悪くなるんだけど、あれなんでなんだろうね。油の取りすぎみたいな感じかな。僕も年を取ったもんですよ。なんださから、邪魔するな。開幕坂だ。中華今日のトロールコースめちゃめちゃ詰まってない？目がチカチカするわ。この右なんかいるね。ブラバーがバクバクしてる。ならば下に降りてこのパンブロックを叩けばいいんでねえの。でここには鉄球みたいな。よしよし、これ行っていいのかな。スネオちゃん動かない？大丈夫、僕ゆっくり行くしかできない。ガリガリガー。なんか今日神コースの匂いがプンプンするね。今までに見たことのないようなトロールコースだ。ならしゃがんでスーッと行っちゃおうか。そしてここは捕まっちゃうのかな。ジャンプし、ジャンプしていいわ。ここに裏にバーがあります。よく見てんな。でキノコがあるけど、上に行く、右に行く。一旦右行ってみようか。そして上に進め、バチ当たり。急いで行けばいいのかな。なら急いですぐに上に行っちゃおうか。こんなぎゅうぎゅうに設置されてたらね、どこに行けばいいか全くわからんのよ。じゃあこのまま上に行けばいいの。で左と右どっちに行こうか。このブロック一旦乗ってみる。もういいってこういうの。今日もバグコースかよ。たまには普通のバグなしのトロールコースもさせてくれよ。じゃあ右のブロックまで一気に行っちゃう。左も気になるけど右のブロック乗ってみようか。ふざけるな。もう右には行けない。行ってもきっと意味がないでしょう。でこのドクロゲットを乗ってもね、針に当たる未来しか見えないんだよな。右に行ったね。もう一個乗っちゃってみる。最初からそうやっておとなしく言うことを聞いてりゃいいんだよ。制作者タイガーにせよ。ちょっと表出てこい、殴り合おうか。シャラクセーバレさんだ。まあこんなことばっかり私言ってますけどね、非常に楽しんでおります。でこのドア入っちゃっていいの？まあそこのドアに出たところでだよな。やめてください。もう私は何も見ない、何も考えない。この四角の枠も叩かず土管に入っていきますよ。おれー見たか制作者、俺は遊びでやってんじゃねえぞトロールコース。こちら真剣にやってんだ。あ、これこっちでよかったのかな。この亀は倒しておいてみる。まあ倒しても特に意味はないと思うんだけど、まあ邪魔だから倒しておこう。あーって言われちゃいましたけど。ちゅうことはこの隙間は一旦ハテナブロックを壊してノコノコに当たりに行きたかったの。こっちの土管は何なの？ハテナブロックでバイって書いてるの。でこの先にはエンジェルブロック。ワンモアタイム。このハテナブロックを壊すでしょ。で左のブロックを壊しのスーパーキノコ正体になる。でこのノコノコは蹴ってみようか。そうすると右に行くんだけど、右に行ったら何が変わりますみたいな。あ、クイーンが跳ねてんじゃん。もうやめろってサイド、お前じゃねえんだよ。ここでチビ状態になることは間違ってはないと思うんだよな。で右のツタのところがあるじゃん。あそこに隠しブロックとかも出てきたから、あ、これついていけばいいんじゃない。そしてこのクイクイクリックライパー。いや待て待て、これまたすり抜けるかもしんねえ。一旦左に行ってみようか。左に行ってこの USA キノコを取る。で上は行けないの？何これ、死に耐久かな。 USA キノコが出てきてこの大砲に当たれ。あ、わかった、この USA を避けながら大砲に当たれっていう感じなんじゃない。まあ、そんなに難しくないと思うんだよな。ただタイミングがマジでね。これ当たれんのか、これさ USA。 いや待て、裸くそ。いやこれマジで全然タイミング合わないんだよな。一回当たることができた。さあこっからの問題は、ここで USA キノコを避けんの。早く出せって。これさ、ゆっくり行った方がいいのかもしんないね。しっかりとタイミングを見計ろう。これでチビになって、あと1回当たれば簡単にやられることができるんだ。あと1回、あと1回、このタイミングか。これチビにむずいのよ。やべえ、時間がないよ。僕めちゃめちゃやってるよ。あと120秒。僕すげえ頑張ってるよさっきから。
2分ぐらいカットしてんじゃない。頼む、これで当たらせて。お前はアメリカ行け。時間がねえ、時間がねえよ。死にたい救命陣の中、死にたい救命陣の中、あと1回じゃん、もうオッケー。何をやってんだろうな、さっきから。あと1回がマジでめちゃめちゃむずいのよ。頼むって。もうそれ鼻くそおもぐり当ててくれよ。早く早く、あとちょっとなんだけどな。マジでそのちょっとがむずいのよ。うわ、今当たっちゃった絶対に。ここか。あもう死に耐久芸人だね。みんなこれが最後のチャンスだぜ。次で絶対に決めてみせるぜ。しゃー、死に耐久飯を食べるぞ。もう疲れた。このブロック乗れるの、うん、乗れるじゃんか。こっちは乗れるじゃん。中間こっちあるじゃん。もう左に行かなければよかった。じゃあ今度は蹴っていい。蹴った瞬間右行っちゃおうか。でも中間ポイントからだもんね。このロコロコはわざわざ蹴らなくていいんだ。下の土管に行こうじゃないか。土管に入れませんね。上にボム兵が出てこなかった。あのボム兵がこのブロックを壊してくれるんかな。なるほど。バーイ。ボムちゃんが爆発したらすぐ右に逃げる。これで魚を避けれるんだ。でこのバーのところに足場があるな。貴様。僕ね、本当に壊れちゃうぞ。もう何も考えられない。なんでなわーだだだ何。今何が起きた。めちゃめちゃ早い花がこっちに。そんな出てき方は反則だろ。で、なんで書いてんの。ピック、ワン、一つ選べということか。わかるか、そんなもん。もう適当に言ってみるか。上の土管は入りませんね。この上は。もう出た、また死に耐久じゃん。でもさっきの死に耐久より全然簡単なんじゃない。これタイミングよくここ。ちょろすぎるぜ、制作者。もうちょっと難しいの持ってきてもいいよ。なら残された道は一つですね。2分の1も一つにすれば1分の1になるんだよ。こんなの2分の0じゃんか。これどうやってやられんの。あなたですか。で、右なんか書いてない。読めるか。そもそも下の土管ってブロックが設置されてあるからこの土管入れないような気するんだよな。もう一回よく見ておこうか。バーネ、あれ入った。よくわかんねえな、これ。このフラワー様いるんじゃない。オーケーオーケー。そしてすぐ下に行こうか。もう一回フラワー様だけ取って下に行く。もういいや、もう当たってもいい。とりあえず下に行こう。シンプル。なんかね、とりあえず右押し一発してたら入れるっぽい。バネが来てるのがなんか意味あるんだろうね。じゃあフラワーを取った後だよな、問題が。もう一回待っとってみようか。そうすると右のブロックを壊してくれるね。で、もう一回フラワーだけ取ってドアに入っていこう。多分これが正解だと思いますよ。じゃあここからどうする。ボムやジャンプすればいいのか。右に隠しがあったからこっからジャンプして右に進もうか。で、あのドアにどうやって入るかなんだよな。どんだけ俺に執着心持ってんだよ。もうバネは出させない。一旦乗っておこうか。乗っておきの右まで進めません。むずすぎるんよこのコース。こんなに難しいとかね、クリア率からして思ってましたけど。これどっち行く。右と下、ドア入ろっか。バネ。ただ僕気になってることがあるんですよ。ここチビになって行った方がいいと思うね。さっき右に渡らなくちゃいけないみたいな感じだったから、ここでチビになってた方が行きやすいと思いますよ。行けるかなこれ。走って行ける。それとも下から行く。うわどうしよう、これ見えない。行け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 。それやめろ。一番右のブロックが落ちたから一個前のブロックでジャンプだ。これで大丈夫で、上の土管に入ればいいのかな。左のハテナめちゃめちゃ気になりますけど、ここはスタッとっておく。スター、なになになに。もうやめろって。こういうの上からいけないの。上からいけない。左も左もいけないじゃねえか。これも新たな知りたいって言うんだか。ここに追っておけば全然簡単にやられることはなさそうかな。え、これどこにいればいいんだろうな。ここ。え、これマジでやられ方がわかんない。あ、わかった。これさ、あの弾の後ろ側で当たればいいんだよ。だからこういう風にね、あと1回当たれば大丈夫。こんなの簡単なんだよ。俺を舐めるな。ハテナブロックが気になってる。そこの君、このハテナブロックを叩いてみせようじゃないか。叩けんのかい。じゃあ土管に入っていきます。で、こっからまだ分かってないんだけど、右下に追っておこうか。あっつ。任せてください。次は行きますよ。さっさと下に潜っちゃう。これでドアが出てきたね。下には行かねえよ。さあドアに入っていきましょうと。で、ここで僕は一体何もしない。何
何もしないのが正解ではない。絶対そうだろ。これ右下落ちれないよな、キノコの床があるからさ。これ何、もう死に耐久みたいな見た目してるって。もう嫌だ、もうこのコースやめたい、本当にやめたいと思ってる。助けてよ。ハローじゃねえんだよ。どうもこんにちは。っていうかさ、これちくわブロックを落とせっていう感じなんかな。え、こんなの無理じゃない。無理無理無理だよね。頼むって。下のバネがなんか関係してると思うよ。あのバネが来てくれたら何かヒントが見えてくるみたいだ。そうだろ、頼む、バネ来てくれ。次で来てくれるよな。何をしてくれるんだい。さっさこいよ。ならここも右に駆け抜けちゃいます。これでかわせる。で、これ変えられるんじゃない。一旦真ん中行ってみようか。この真ん中だったら大丈夫みたいな。で、ドッスンが変えてくれんのかな。頼む、ドッスン変えて。でけんじゃねえよ。じゃあどうやって変えようか、ここ。あ、このボム兵なんじゃない。ボム兵を叩いた瞬間すぐ右に、じゃあね。ボムちゃんを叩いて一旦左で行こうか。それでこの土管に入ればいいのさ。さあそろそろ中間が欲しいよ。僕の中間はお茶かだ。中間1から中間2までめちゃめちゃ長くない。ここジャンプして避けれる、避けれるね。そしてドアに入っていきましょうと。これで中間あるの。うわ、すげえ嫌な予感がする。めちゃめちゃ嫌な予感がする。これさ、ドス動かしたらこの砲弾めちゃめちゃ音を取ってくるんじゃない。大丈夫かな。少しずつ行こう。何もしてこんのかよ。おおお、お前ら覚えとけよ。ドスはわざわざ反応させる必要がなかった。ザコはすっこんでろ。ここね、ドッスンを発動させなきゃいけないような気するんだよな。発動させて何もしないでみようか。そしたらはっはっはっ。いやいやいや、全然この土管に入って入れないじゃねえか。どうすりゃいいんだよここ。え、下に行けってこと。あの下に、むずくない、下に行くのっていうかさ、この尻耐久もめちゃめちゃむずいんじゃない。ここでジャンプしいの、今日尻耐久めちゃめちゃ多くないですか。ここでジャンプしいの、もうその針当たってくれって。頼むって、バネ邪魔しないで。お、ここで右押しっぱか。頼む。これ全然当たらないんだけど。デカ状態だったら当たるんだけど。ここに追っとけばいいじゃん。そして右ジャンプ、やっぱダメだよな。しゃがみか、しゃがみジャンプか。しゃがみだったら当たる。でもう一回余計のここでしゃがみジャンプかかった。もう俺に立てつくんじゃねえぞ制作者。多分ね、どっかで下に行けっていうことだと思うんだよな。だからここら辺で下に行けないよ。わかりました、ツタが見えたんですよさっき。だからここで上を進化しておけば大丈夫みたいな。そうだよな。で、下に降りてっていいの。下に降りて何もないとかそういうことはないよな。 OKOK。 なんか今右下すげえ気になるのあったけど、やっと中間。で、なになに、ジャストウィン、ジャストウィンって何なんだろうね。まあいいか、ドアに入っていこう。ウィンって書いてるからもうすぐゴールがあるんじゃない。え、この下ゴールみたいだ。いや待て待て待て、だが私の考察上、もうそろそろゴールがあると思いますよ。このジャストウィンって書いてるのは嘘じゃないと思います。ここまで来るとめちゃめちゃ長かったもんね。この土管は全部入れないマークがあるけど、いや本当に入れんやん。あれ、これいけないの。え、もう一回やられるってか。これすぐ上にジャンプすれば逃げられるんじゃない。やったいや、この制作者さんのコースガチで面白いわ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオ P スイッチを押せ。説明文にヒント、ヒップジャンプって書いてくれてはいるんだけど、サムネを見る感じ P スイッチがブロックの中にあるでしょ。あの P スイッチってブロックの上から踏めたっけ。まあただ上から踏むだけだったらこんなにクリア率低くないよな。なんか知らない技があるんだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.7%。 多分ゴール条件は P スイッチを全部押せとかそんなんなんじゃない。いや、やっぱりか。 P スイッチをすべて4回押してからゴール。ってことはどうやって踏むかだけ考えなきゃいけないね。まず上からヒップドロップしてみようか。ヒップドロップしてもこの P スイッチ踏めないの。え、じゃあどうすんだろうな。え、これ横から持てる。時間が足りんかな。説明文のヒントにヒップドロップとジャンプって書いてたから、ここでヒップドロップとジャンプ、いや無理だよな。じゃあここでヒップドロップとジャンプ、あ、持てるんだ。あ、どこ投げて
んの。でも分かった分かった、攻略を見つけたぞ。なるほどね、ヒップドロップしたらブロックが下がるじゃん、その瞬間に P スイッチが持てるんだね。なら持て。いやこれね、時間が10秒しかないからめちゃめちゃ焦るんだよな。どこで P スイッチを全部踏んだらいいんだろうな。もう邪魔邪魔。待って P 戻ってきた。落ち着いて一個ずつやろう。ヒップドロップからの持つ置く踏む、持つ置く踏む、持つ置く踏む、持つ置く踏むからだ。届けーシャー。いやこれめっちゃ面白いね。こんなブロックの中にある P スイッチでも持てることできるんだね。ナイスアイデアコースありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。